3時のドリル。さあ、時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日この時間に一緒に学んでいきましょう。毎週水曜日の先生はこの方、静岡新聞教育文化部長の橋爪充さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、橋爪さん、今日はお小遣いトークをしてるんですけども、はい、さっき聞きまして、お小遣いってちょっと言えないかもしれないんですけど、先週ここでお話しした直木賞候補の作品として、岩井啓也さんの我は熊楠っていう作品ありますね、はいはい、でこれ読んでいく と、南方熊楠が、主人公なんですけれども、和歌山県のですね、在野の記載と言われているような人なんですが、はいはい、この方がですね、50代過ぎてもお小遣いで暮らしていたっていうことを思い出しましたね。だから成果が出たのが、はい、晩年も晩年だったっていうこともあるし、研究に没頭してたんですけど、実際の収入はないわけなんですね。でどうやって生活を賄ってたかというと、弟のツネクスが家業を継いで酒屋さんやってたんですよ、酒蔵、でそこで得た収入のうち一部を兄貴に仕送りしていたと。うわ、じゃあさっきも、ね、30過ぎてまで妹さんからお小遣いもらった、いらっしゃったメッセージがありましたけども、まさに同じ構図だと思います。多分今ホッとしてるかもしれません。50代後半で結婚してもなお子供ができてなお確か仕送りで生きていたと思います。さっきのホッとされても困るんですけどね。さあ、そんな橋爪さんと一緒に取り上げていきましょう。今日の静岡トピックス、こちらです。文化部のインターハイと呼ばれる第48回全国高校総合文化祭、清流の国岐阜総文2024が31日岐阜市で開幕します。全国からおよそ2万人の生徒が参加し、8月5日まで岐阜県の15市町で計22部門の発表、展示、競技を行います。はちじめさん、多分去年も取り上げてくれましたよね。そうですね、全国高校総合文化祭、はい、今年もこの季節が巡ってまいりましたという感じで、文化部の、インターハイですよね。文化部のインターハイですね、これがあの全国高校総合文化祭、通称総文祭です。はい、総文祭、はい、毎年7月下旬から8月上旬にかけて、全国各地47都道府県の持ち回りでですね、会場決まってくるんですけれども、今年は岐阜、結構静岡から近いですよね、去年鹿児島だったんで、だいぶ近いかなっていう感じですが、総文祭22部門ありまして、本県はこのうち17部門に参加するんですね。で去年も話したんですけれども、総文祭順位付けする部門と展示や発表だけの部門っていうものがありまして、どれもあの優勝だの準優勝だの決めるってわけではないんですね。で、いろいろちょっとこう今下取材もしてるんですけれども、静岡県代表っていう形で皆さん出場されるんで、そのうち申し訳ないんだけれども、せっかく全国大会なんで、上位入賞が期待できる部門とか個人をですね、この場をお借りしてご紹介できたらなと、思ってます。ましょう。でぜひね、リスナーの皆さん、彼らの成績なり、活躍をご期待ご注目いただきたいなというふうに思ってます。まずはどこから行きましょうか。はい、将棋部門ですね。将棋部門、はい、これ去年のこのコーナーでも名前出したと思うんですけれども、女子個人戦の日大三島高3年生、佐々木佳穂さん、ご注目いただきたい。はい、で去年の総文祭では2年生だったんですけれども、この同じ女子個人の個人戦で準優勝だったんですね。すごいじゃないですか。はい、でね、佐々木さんは1年生だった一昨年の東京大会でも団体戦で日大三島高校の一員としてですね、出場してるんですよ。でこの時も団体戦で準優勝だったんですね。じゃあ1年生からもう力があって、そうですね。で昨日だから全国2位なわけでしょ。そうです。去年はね、だから、準優勝と来てて、今年3年生集大成ということで、残るは一つしかないっていう
期待ですね。これなんか総文祭でもそうですけども、はい、今後も楽しみですね佐々木さん、ね、もしかしたらってことありますよね、はい、今女流棋士の方がですね棋士の、チャレンジをしているところなんですけれども、私としてはぜひですねこういう流れに乗っかって佐々木さんも、まあ、高校ではですね、まあ、活躍すでにされてますけれども、はい、まあ、大学行かれてその後の人生の中でですね、まあ、プロと名のつくようなところに挑戦してくれると静岡県民としても嬉しいなというふうに思ってまして、実際ね、日大三島高校の囲碁将棋部の顧問の池野千尋先生によると、はい、今もねプロ棋士と練習対局を行ってるんですって。プロと、はい、で腕を磨いてると。だからまあね、まあ、そういう修練の中で全国大会、はい、これまで届かなかった場所にたどり着いてほしいと思っております。で同じ将棋部門ではですね、団体部門、団体戦にも注目していただきたいなと、はい、で女子の部はですね去年全国3位だった富士見高校が出場します。お富士見、はい、うん、でメンバーの3年生の天野紫音さんは昨年も出ているんで、うん、これはね経験値があるんじゃないかと。はい、で男子の部の静岡高校も一昨年3位だったんですよ、はい、伝統があるんですよ。お静岡の将棋部、はい、ぜひね頑張ってほしいなと思ってます、はい、8月1日2日場所高山市で行われますね、はいはい、まずは将棋部門でした、はい、続いては、続きまして小倉百人一首カルタ部門。おこれもなんか白熱しそうですね、はい、そうですね、こちらはまずちょっとおさらいというか、はい、基本的な情報なんですけれども、うん、チーム編成について説明すると、うん、個人8人県内の強い人8人をですね、うんうん、集めて選抜チームを作って県代表にしてるんですよ、はい、でその中から1試合ごとに5人選抜して相手5人こちら5人で 対戦する。いや面白い。これ監督はいるんですか？監督います、はい、であれ見たことありますよね、あの千早風。あもちろんあります、ね、あれ本当にそのまんまですよ、うん、でね今年はねその8人のメンバー構成が、うん、浜松西高から2人、はい、浜松北高校1人、うん、沼津東1人、うん、富士高校1人、うん、岩田南1人、静岡東高校1人、静岡双葉1人っていうチームで全員女性、うん、はい、あと結構中等生、はい、なんかバランスいい感じ、ええ、今上がってる高校は人、そうですね、あのカルタについては強い高校ですね、はい、でまあ、あの 3,4 チームに予選リーグがあって成績上位の16チームが2日目のトーナメントに挑むという形になってまして、うん、静岡県代表は総文祭ではですね、はい、2年連続決勝で東京に敗れていて惜しくも準優勝。勝ちたい、はい、勝ちたい、はい、でね、もうスポーツの話してるみたいスポーツの話してるみたいでしょ、でここでね注目はですね、はい、主将を務める浜松西高3年生の沢村優奈さん、はい、この方の名前覚えてください。沢村優奈さん、はい、覚えました。でこの方3年生なんですけど、うん、去年2年生、うん、で同じように総文祭出たんですが、はい、2年生だったんだけど主将だったんですよ。で強いんだ。強い。2年連続主将ですよ。へ、浜松西高百人一首部の藤田信之先生、うん、この方あの、まあ、県チームの監督でもあるんですけれども、はい、によるとですよ、うん、高校生相手の対戦は高校入学以来無敗、うんうん、負けを知らない百人一首のそうヒクソングレイシーみたいな、ね、うわ、はい、強いね。70戦ぐらいやっていて、うん、1回も負けてないっていう風な話でした。で先生曰くね、百人一首に対する情熱がもう人一倍で、うん、常にトップレベルの選手の研究を欠かしてないのが、うん、まあ、そういう結果につながってるんじゃないかっておっしゃってまして、やっぱね、まあ、必要なことがたくさんあるじゃないですか、はい、百人一首強くなるために、はい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 、それこそ反射神経とかもそういう、そうですね、勝負感とかね、勝負感、うん、あスポーツですね。いや本当スポーツですねでね、ライバルはやっぱり東京をはじめとした首都圏の都県なんですよね、うんうんうん、で静岡県ってね、ここで去年も話したんですけど、うん、はい、2000年代初め頃まではカルタ最強県だったんですよ、うん、カルタ王国って、カルタ王国、うん、全国大会高校の、まあ、これとは別の全国大会では、うん、まあ、十何年連続、例えば富士高とか、うん、長泉高校とか、うんうん、まあ、それからちょっとあって静岡双葉高校とかがまあこう連覇を重ねているような強い高校、あの県だったんですけれども、うん、だんだんやっぱり関東の学校がのしてきて、今昨年優勝の関東一高は部員がね100人近くいるそうで、層がそもそも厚いっていう、100人そうらしいですよ。はで、そう、本県チームはね、この、沢村さんに加えて、はい、沼津東高校の成田佳穂さん、成田佳穂さん、
この方も2年連続出場ということで、うん、まあ、昨年悔しさを知る2人っていうことですね。なるほど。ぜひ総文祭ではこの2人を軸に打倒東京を果たしていただけたらなと、うん、去年だからこの悔しい負けを、はい、ちゃんと財産として、財産として、はい、噛み締めてらっしゃる2人がですね、だから5人のうち3人勝てばいいんで、この2方でとりあえず2勝、はい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 、あと3つの1勝とか、ね、そんな甘いもんじゃないんでしょうけれども、はい、はい、面白い、はい、ということです、はい、で続きまして、続いてはちょっと耳慣れない放送部門、放送部門、はい、放送部、こちらですね、いくつか種目がありまして、うん、アナウンスとかあるんですけども、はいはいはい、朗読種目っていうのがありまして、ここに出場する東海大静岡商用高校3年生の長谷川真中さん、長谷川真中さん、彼女に注目していただければと思います、はい、なぜ彼女注目、はい、長谷川さんはですね、うん、去年12月に京都市で行われた、うん、第15回古典の日朗読コンテストっていうのがありまして、古典の日、はい、朗読コンテスト、はい、でここで紫式部日記を朗読しましてですね、文部科学大臣賞に輝いてるという、ちょっと待って、朗読ってそんな難しいやつで朗読するんですね。あ、そうですね、古典を朗読するっていうこの時はそういうレギュレーションだったんですね。はあ。だから全国2位の実績をすでに持ってんですよ。はあ、はい、で、この時の動画見たんですけれども、うん、なんかね、本当に滑らかで力抜けていて、うん、スーッと言葉にが頭に入ってくるっていう、へ、やっぱ変な力みがない朗読って、うん、聞きやすいっていうよりもこう意味が入ってくるっていう感じするじゃないですか、はいはい、まさにねそんな感じで、あと声にちょっとこうウィスパー的要素がですね、大事ね、うん、これが適度に、あんまり強すぎず、強すぎると癖になっちゃう感じ、癖になっちゃうから、そう、それが本当に程よい感じでブレンドされてて、なんか聞いてて心地いいっていうかね、なんかそんな声でいらっしゃいましたね、うん、いやだからあの子供への、ね、朗読も、うん、あの力みすぎず、はい、こうスッと入るようにフラットに読まなきゃいけないっていう風にも言われてるんですよ、うん、言われてる、僕なんかもう昔々っていう感じになっちゃうから力んでんな、そうそう、ダメらしいですね、上手な方はこうやって読むんだね、こう、ね、総文祭のこの朗読種目はですね、はい、地元の作家かだったかな、とにかく地元に関係した作品を読みなさいと、で2分間読めっていうレギュレーションなんですよ、でね、長谷川さんは浜松市の作家、うん、犬純さんの無人駅で君を待っている、出ました、出ました、はい、これ読むそうです、はい、ぜひ期待したいですね、楽しみです、はいはい、続きまして、はい、日本音楽部門、お、これこちらもですね、種目がいくつかあるんですけど、うん、2つあるんですけど、総にですね、総、総種目に出る三島北高校、うん、で三島北高校はですね、ここもともと総文祭の常連なんですけどね、うん、2022年おととしは優秀賞の文化庁官賞に選ばれて、文化庁長官賞に選ばれて、はい、これってね栄誉なんですけど、上から4つだけ国立劇場で演奏するっていう権利を得るんですよ、いいですね、その中に入ってたと、じゃ強いんだ2022年はね、で2023年はちょっとそれが叶わなかったんで、うん、今年は剣道将来ってやつですね、巻き返しを、巻き返し、はい、もう一度狙ってるというところです、うん、で、さっきのですね、長谷川真中さんの、うん、出場された古典の日朗読コンテストっていう話しましたけど、うんうん、これがですね、全国高校生伝統文化フェスティバルっていう名前でも行われてたんですね、はい、で三島北高校の総はですね、うん、こちらの方にも出ています、うん、で今回はですね、はい、この時も、去年 の, その京都の高校生伝統文化フェスティバルでも演奏した、うん、新見徳秀さん作曲のオデュッセイアって曲やるんですよ、これね8分半もあるっていうすごい長い曲で16人で演奏するんですけど、これやっぱ総って、うん、演奏したの見たことあります、こうギャーって弦を押さえてす、うん、これ8分半の曲だから結構ね体力消耗するんですよ、なかなかにこう演奏するのが、演奏するのが、はい、大変だと思います、頑張ってほしいです、はいはい、さて自然科学部門もですね、県勢は毎年良い成績を収めてましてですね、はい、今年も常連と言っていいんだろうけれども、うん、科学技術高校の自然科学部がですね、はい、科技校、物理部門で、うん、ペットボトルフリップの運動解析っていうタイトルを発表します、そして分かりませんタイトルだけだとすいません私もですね、はい、タイトルだけ言ってますが、うん、岩田南高校地学部はですね、はい、地学部門でですね、うん、遠州灘鮫島海岸のジルコンの起源および性質の推定、なるほどね、はい、ということで あれね、はい、
ジルコンのこの2校はですね結構いいとこ行くんじゃないかということが取材の中で言われております。これは何プレゼンするんですか。プレゼンします。はい、はい、ちょっとでも、はい、面白そう、はい、タイトルはちょっとまだ分かりません。分かりませんが、はいはい、でも、やっぱりねこの2校は積み重ねの研究の積み重ねみたいなのもあるんで、うんうんうん、日頃の成果やっぱ出ます ね岩谷南高校鮫島が演習などについてはですね本当に、うん、研究フィールドとしてはもう長年こう相手にしているところなんで、うんうんうん、テーマの選び方とか深め方とかすっごい承知してると思います、はい、いい結果になるんじゃないかなと、はい、もう一つだけいいですか。はい、最後に大丈夫ですか、うん、共同研究部門、共同研究部門こちらのですね研究発表の分に日大三島高校と浜名高校、うん、はい、でポスター発表に沼津城北高校が参加するんですけれども、うん、これはこの中でですね、うん、浜名高校が、うん、公共政策の部っていうところにですねエントリーするんですね、うんうん、でこれもプレゼンするんですけど15分、うん、浜名高校はね、はい、静岡における公正保護事業の始まり金原明善と河村恭一郎に学ぶっていう風な題なんですよ。これね保護司の源流についての話なんですけれども、金原明善って天竜川の治水で知られてるんですけれども、ね、うん、この分野でも大きな足跡を残していて、うん、日本の中で他に先駆けて、うん、要するにその公正保護の施設とか仕組みを静岡で作ったんですよ。でそういう話をね共同研究の中でするんですけれども、結局ね今ね、うん、ちょっと悲しい話ですけれども保護司をめぐるちょっとざわついた話とかあるんじゃないですか、そういう中でこういう発表を高校生が8月にする全国大会でするってことは大変意義のあることだと思っていて、でもともとこの研究はですね去年の全国高等学校社会科学共同研究発表大会っていうところで最優秀賞に選ばれてるんですよ。なるほど、テーマとしてもとてもいい、そうテーマとしても期待できるかなっていうふうに思います。あとはそのプレゼンだったりとか、まあ、これもだからですよね、はい、日々の研究のそうです発表というわけですもんね。はい、はい、盛りだくさんでお送りしましたが、ぜひちょっとまあ個人的には、はい、まあカルタ楽しみですね。百人一首カルタ部門打倒東京を果たしていただけたらと。そうですね、あとやっぱり、成田佳穂さんの、はい、2年連続出場、はい、ここもちょっと楽しみにしたいなと思います、ね、悲願達成の頂点にたどり着けるかというと、ね、いやいや、やっぱ夏って言ったらこうやっぱ高校野球とか、はい、やっぱね高校総体って言ったらインターハイって感じになりますけども、ね、文化部もそうです、スポーツだけじゃなくて文化部の方にもご注目いただきたいなと思ってます。はい、はい、勉強になりました。はい、というわけで今日の先生静岡新聞教育文化部長橋爪充さんでした。ありがとうございました。さあこのコーナー3時のドリル聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回も含めてアーカイブが上がっておりますからチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。